大丈夫だ。わかりました。ですが、念のために健康診断を行いましょう。健康診断？武将たるもの、健康でなければ戦で力を発揮できません。はい、脱いでください。お。では、視力を測ります。なぜ脱ぐ必要が？義継、これでいいか？ええ。何をする？脅威を測ります。どうだい、健康の塊じゃないかい？左近は飲みすぎです。以上です。もう終わり？では、診断結果を発表します。左近は飲みすぎ。そればっかり。雪村は花粉症。わかってるぞ、そんなこと。杉の他に、ブタクサも追加されました。義継、私は何の問題もないだろ。三成が一番問題です。この白い粉。粉？粉の正体はこれです。大福の粉？全てお見通しか。三成は甘いものの食べ過ぎです。糖分は禁止です。ダジャレ？徳川の旦那みたいだね。え？ところで義継は大丈夫なのか？長年病に伏してはいましたが、薬草とみんなのおかげで今ではすっかり。そうか、それは何よりだ。それにしても大谷の旦那に医術の心得があるとはね。特にありませんよ。